疲れというか余計疲れんだよ。うん、じゃあ寝不足やで多分。昨日なんか蹴られたし、いびきしたかったし。いびきすごいほんまや。俺も昨日でもほんま寒くて何回か起きたわ。なんか足冷えんねん。足痛くなって。一日起きて、また足ついて。あれ思うんやったらもう鼻から寝てて蹴られたごましや。思うとこ分かってないわ。こないだ夫婦で遺伝子検査をやってみました。30歳にって結構体調変化変わったよな。感じるな。体調は変わってるのに生活習慣変わってないよな。息子が生まれてからは早寝早起きって感じになったんですけど、ご飯とかはさ、やっぱジャンクフード好きやん、うん、皆さんもご存知の通り朝マックとかしちゃうんですよね。ポテチ一袋とかそうそうそう、こないだポテチ一袋食べて顔ブツブツになったりとか。食事はまあ20歳の頃と変わらないままで、全く運動せへんくない。全然してないな。まあ、ヨガしてる。え、ヨガ？ヨガちゃう。あ、たまにたまに、そう、ストレッチぐらい。まあまあ、ほんまにゼロに等しいぐらい運動しない。30前ぐらいから、なんか起きた時体重いんですよ。重ない。これ見てる人20やったらちょっとわかんないと思うんですけど、なんか重いんですよ。寝たら疲れ取れとってん。あ、わかるわかる。取れてないまま起きる感じがめっちゃ感じる。体調管理って毎日仕事と育児で忙しいから、考えようと思いつつ、気をつけるのって一瞬じゃない。意識してるけど、管理できてないなっていう。思うんで、遺伝子検査で自分に合った食事法とか運動法とか結果を見て取り入れたよな。参考にしたいと思います。それが一番気になってるのは先祖系やねんけど。あ、そう。家系図。家系図までいけんけど何パー何が入ってるとか、それ気になるわ。このサークル DNA プレミアム検査キットは 99.9% 正確な分析密度。すごくないですか。すごいな。病気のリスクとかあらかじめ知りたい。がんリスクとか遺伝って言うやん、がんって。と睡眠とストレスの度合いとか、うん、あ、ほんなら別にちょっとだけ眠ってもいけるのにめっちゃ寝なあかんやつって思ってて、うん、7時間切ったらめっちゃうるさい。寝てないからね寝てないからや、自分で思い込んでるだけっていう可能性が。ベストな睡眠時間とか出るんかな。いや、8やと思う。5時間あったらもううるさいのなしな。何やと思う。それも当てやったら面白いかも。基本7時間の俺いつも毎日、うん、同じく7時間、うん、7時間で、あ、寝たみたいな。いや、寝たと思うは8時間。え、8時間だから逆にしんどいね。結果はアプリで確認できて18日営業日後に出るそうです。サンプルの返送は無料です。サークル DNA が負担してくれます。すごい、これ、え、なんかかっこいい、これ。DNA 検査キット。こんな感じでキットが入ってるので、この QR に登録しないとダメだそうです。これ。ここに書いてあるバーコードをスキャン。スワブを取り除く。これを10回ずつ頬をこすります。内頬。玄関に入れ、これを割ると。割って。で、キャップを閉める。10回シェイク。1,2,3,4。検体バッグの中に試験管を入れ、封をします。で、こんな感じで入れます。検査キットを、イン。結果が出るまでは2週間ぐらい時間がかかるので、検査結果までこれを送って待ちたいと思います。結果を。だから検査結果見たいと思います。はい。めっちゃ楽しみやったし。じゃあさ、気になる結果をさ、当て合いっこしていこう。こんな感じで結果のね、項目があって、まあ、食生活&ライフスタイル、食事栄養、あ、これあるやん、ストレスと睡眠。で、才能とスポーツのパフォーマンス、あなたのルーツを発見する。めちゃくちゃいっぱいあるな。めっちゃあるで。とりあえずあれじゃない？ルーツ。あ、ルーツがいる？うん。一番見たかったルーツを見ていきたいと思います。結果見るよ。うん。え？ 100% アジアやん。アジア系やん。はい、私は東アジア系 96.37%。日本人及び韓国人が 82.1%。中国人 4.19%。まあ、でもほぼ日本人か韓国人か中国人ってことじゃない？東アジア系。南アジア系、インド人、パキスタン人、ブータン人、ネパール人、バングラディッシュ人などである人々を指します。だからザ・アジアってことじゃない？で、あなたは？これは、あ、日本人及び韓国人が 98%。中国人が 2%。お、じゃあほぼ、じゃあ日本か韓国やん、もう完全。絶対フィリピン系入ってると思う。そう、フィリピン人に間違われるからさ。東南アジア、俺ももう 20% ぐらい入ってるんかな思ってんけど。次何行く？食事行ってみる？うん。最適な食事の種類で、私、地中海式ダイエットがいいんや。炭水化物少なくもあかんし、脂肪分少ない食事とかもあかんし、地中海式ダイエットがいいそうです。魚を食べるといい。あなた、
炭水化物抜いた方がいいって書いてんね。炭水化物の少ない食事があってんやん。お米大好きやのに。脂肪肝受精、私通常よりも高めの肝受精低そう。ダダは太りにくいと思うんですよ、うん、もう出会った頃から体重の変化がないし見た目も一緒やな、全く。ほらやっぱ正常。炭水化物は私はあの強めです、高めの感受性。俺もえ、炭水化物、うん、それは意外やな。これ面白いな。甘党どっちやと思う私。そんなの決まってるやん、好む傾向が高いに決まってるやん。実は私甘いもの好む傾向が少ないってなってる。ずっと甘いもの好きじゃなくて、好きな時といらん時が結構あるんですよ、差がある。俺は少ない、甘党じゃない。せやな、マジで食べないんですよ、チョコレートとかさ。甘党の人ってずっと食べるやん、うん、常にだからジャージャーやん。常にチョコ食べてるし常にゴゴティ飲んでも、そういう人やで。俺味覚いつも敏感やって言ってるやん。敏感ちゃうの？え、敏感ちゃうと思う。うん、ちゃうと思う。超敏感って書いてる。自分で敏感やと思ってたけど、体重体増加リバウンドするかどうかっていう話やな。絶対せえへんやろ、高リスク。え、嘘やろ。もし逆に平均リスク、仮に俺が太ってるとするやん、うん、ほんならリバウンドしやすいってことやろ。私多分リバウンドしにくいって書いてる。私太ってたけど痩せて、でずっともう6、7年一緒の体型なんで、まあ油断は禁物やけど。せやんな、なんか寄ってきてないこっち。寄ってないからな。高い思われるやん。ストレスと睡眠、あの言っていた睡眠時間です。じゃあ行くで、うん、せーので、短い標準。ほら私短くていいタイプや。絶対もうこれからうるさいこと言うなよ。もういや無理無理、体が言うてんもん。言うてないねん。だからその 99.9 やから、もうなんか触ってんねん、ダメやっぱ思い込み。いや昔は5時間でいけたんですよ、昔は3時間とかでもいけたんですけど、もう最近はマジで8時間でないと無理。いけるタイプやのにそういうふうに思い込んでるだけやん。結果によると最適なパフォーマンスを発揮するためには短い睡眠時間で十分である傾向があります。ただし健康な、ほら、ただし健康な心と体をサポートするために1日7時間から9時間の標準的な睡眠を維持することを強くお勧めします。だから耐久性はあるけど、それは俺にも書いてんねん、それ全員に書いてんねん、それは。え、だからそうやろ、耐久性はあるけど結局はちゃんとした睡眠とらんなあかんねん、そういうことで。これからもう覚えときよ。ほんまに。え、他はちょ面白いな、いろいろ項目が。睡眠中の体の動き、これ息子にやりたい。私平均。平均。睡眠の質、寝つきがいい。私も寝つきがいい。これはまあ寝られへんって不眠症とかにはではなってないな、うんうん、これ何、ストレスの耐性。あ、ストレス受けやすいかどうかってことじゃあ。私投資。私も投資です。あなたはストレス耐性が高く、障害に直面しても頑固とした落ち着きを持った投資であると言えます。あなたはストレス下でも目標に向かって前進し実行し続ける傾向があります。だから私はストレスに強いんです。皮膚は、皮膚、え、肌年齢高いやろ。平均。嘘、私低い。嬉しい、実年齢よりも低いです。平均。平均高いやろってなんやねん。平均か。俺ニキビリスク高い。え、高いって出てる？うん。え、私低いって書いてます。昔めっちゃニキビあったんですよ。とにかく24、5中2から25までずっとニキビあったんですけど、ニキビ低いって書いてる。ニキビは高い言うてんやん。あ、でも確かにパッと見別にニキビ顔じゃないけど、なんかあるよな、できもんできやすいよな顔に。そう、ここは治れへん。うん、もう治ってきてんで。ほんま、うん、セルライト高い。高い。え、高い。てかセルライトあるん？ない、見たことないけど。シワ形成は低い。平均。肌の水分保持能力平均的。平均的。肌の白さを保つ能力低い。平均的。え、私低いんや。皮膚の高老化リスク低い。平均的。あ、日差しとかじゃん、あれや、 UV や、紫外線で老化低いって感じで。私多分強いと思ってた。気をつけた方がいいね。平均的。低いってことは抗体強いってこと？紫外線に。うん、早期老化が起こりにくいって書いてる。染み出てきてるんですけどね。で、 IQ 見れんじゃん。 あ、それ勝負しよう。いいよ。あ、これやん、成功の特徴。 IQ 平均的。俺も平均的。学歴は平均。平均よりも高い学歴。学歴用なんや。記憶能力平均的。あの、僕の方が勝ってるということで。スポーツ見ようや。あ、スポーツ見る、うん、いいよ。疲労体制平均以下。
うん、すぐ疲れやすい。私平均回復の効率私低い。低い。俺疲れやすくて回復も遅いって最悪じゃん。最悪。水分損失は私平均以上。平均的。私めっちゃ水飲むんですよ。とにかく喋るから喉乾くっていうのもあるんですけど、でも友達が1本500、一緒にお泊まりした時500飲んでるのを私3本ぐらい飲むから。モデルか。え？違う。水分やっぱいる体やね。性格特徴、協調性、競争心が強い、挑戦的なタイプ、バランスが取れているタイプ、誠実性、バランスが取れているタイプ、ゆったりしている、柔軟性があるタイプ、外交性、バランスが取れている、控えめ、当たってる当たってる、思考深いタイプ当たってる、神経症傾向、自信がある、落ち着いているタイプ、バランスが取れているタイプ、寛容性、一貫性がある。俺も一緒。一緒？うん。神経ってなんなん？あなたは神経質な性格ではないと予想されてますってなってる。俺はバランスが取れているタイプ。神経質と思ってたんですけど、科学的には感情的に安定している度合い。でも確かに精神は安定してるんで、合ってると思います。ここ結構ちゃうくなかった？協調性。あ、バランスが取れている。あなたの性格は競争心が強く挑戦的なタイプです。これはあなたが率先して行動することを好み、他者と行動することよりも一人で行動することを好む傾向があることを示唆しています。聴覚、陽性って書いてる。疾患に引っかかってる可能性あり。耳言われたことないけど、難聴、耳いい方じゃない？他は陰性、耳だけ陽性って出る。どっちかだったら耳折れるのが悪いんやけどな。そやな、どっちかといえばな。癌リスク、癌系はでも検出されませんでしたってなる。大丈夫、耳大丈夫。あ、これ見ときや、認知症。アルツハイマー病中リスク、平均リスク、うん、アルツハイマーになったらよろしく。うん。うんじゃうね。逆に俺のがなりそうやねんけどな。あ、確かに。私、家系に今まで母方しか分からへんけど、アルツハイマーって聞いたことないかも。最後ってでもさ、めっちゃ90ぐらいになったらみんな物忘れっていうか。いや、まあまあ、それはそうやで。まあでも、中やから甘いもの食べるからかな。一般集団と比べて約3倍。そう、気をつけなあかんな。食べ物と物覚え。はい。こんな感じで遺伝子結果を見てみました。どうでしたか？いや、まあ面白かったな。面白かった。自分はこうって思ってるのと大体一緒だよな。いや、違うかったやん。あ、睡眠は違うかった。祖先は結構意外やったかな。意外やな。こうもっとフィリピンとかタイとかが入ってるかと思った。まあ、チームバラ…なんで？もっと入ってると思って、ザ・アジアな感じやったのと、うん、あ、でもあとがんリスクも全部低かってよかったなって感じなのと、取るべき栄養素みたいな。あ、そうや、私はやっぱ魚を取らないといけないの。これからあの寝不足やからって言って、もう変でそこだけやイライラされても寝てるから大丈夫やでって寝てるからじゃない、ショーツリーパーやからやろ、うん、アルツハイマーと難聴陽性反応みたいな出てたのを気をつけたいと思います。それ以外はまあまあまあ陰性やったんでちょっと安心したかなって感じです。まあでもこれだけで安心せずに、こう日々もっと運動したり、パンばっか食べずに魚と食べたり、グルテンフリーで、ちょっとでも安心したくない？この動画を見てくださった視聴者さんには 33% オフのクーポンを発行していただいているので、気になる方はぜひ概要欄チェックしてみてください。夫婦でやって面白かったよな。日頃の生活と照らし合わせれる。あ、そうそうそう、お互い知ってるんで。私たちが検査してみたのはプレミアムっていうやつなんですけど、それ以外ももっと手頃なでも割引が使えるそうです。動画投稿日から1週間利用されます。日頃やっぱ忙しくて健康について考える機会がなかったので、簡単にスマホで採取も簡単だよな。簡単で結果もアプリで見れるので、自分たちに合った生活習慣を見直すきっかけになったのでよかったなと思うので、皆さんにもぜひおすすめです。今日の晩から魚頑張って食べたいと思います。睡眠は、まあ、いつも通り7、8時間いただきたいと思います。